きお風呂入っちゃった。今日は最終稽古でした。ごめんごめん、ちょっとね、割と早めに帰ってきてたんだけど疲れすぎてちょっとバタンしてて、あまりにも眠たすぎたからお風呂入って目覚めした。ちょっとスキンケアしていきながら、最近スキンケアを一気に全部変えたんです。まずはこちら、アルビオンエクサージュシーバムコントロール、こちらはなんか販売員さんによると毛穴ケアになるらしいです。これをコットンで入れていきます。結構ありがとう、こんばんは。ちょっとスースーします。こんばんは。稽古の手応えはですね、最終日に3回下手くそって言われた。みんなあんま演技力にはが一生懸命やけど、演技力には期待しないでください結構落ち込んだ。そうね、そうね、すごいしゅべしゅべになる。こんばんは、最高の演技します。すごい、すべすべになった。
たら次はこちら、アルビオエクサージュホワイトホワイトライズミルク。なんかこのシリーズはですね、逆に乳液から塗るっていう不思議なね、なんか商品なんですよ。なんだろう、なんと5億円。不思議だ、普通化粧水からじゃん。から塗るんですよ。不思議だよね。うん、なんかこれにしてから肌のトーンがちょっと上がった気がして嬉しい。ぬりぬりしたっけ。もうちょっとだけね、お肌がね明るくなって、スキンケア適当人間だったからちょっとそれはやめようと思って、浸透させていきましょう。お疲れ様、みんなも。そして次はこちら、アルビオエクサージュホワイトホワイトアップローション化粧水ですね。こちらをコットンで塗るとか書いてますが、コットンに染み付くものがもったいないかな。私はそのままつける派です。コットンでつけるのはねもったいなすぎる。うん、確かに。でも大体高いやつコットンだよね。結構つけます、しみなく。大変よ。しないけど私は結構。バイトとか稽古はしない人だな私。で最後はこちら、またアルビオンの薬用スキンコンディショナーエッセンシャルっていう、ちょっとね今までのと違ってちょっとなんかちょっとね潤いって感じではなく、肌を
整えるよみたいなやつです。あ、出しすぎた。出しすぎました。今日はもう寝るだけ。スキンケアコンディショナー、確かに確かに、スキンコンディショナー、確かに。確かに。お疲れ様、ありがとう。これあとはお鉢を塗って終わりです。私のスキンケア、なんとこのズボラ女が4段階、5段階のスキンケアをするようになったという、この恐ろしい話、信じられない、信じられません。この私がネイル、私は5段階でスキンケアをするようになりました。結局これはね、アットコスメで買いました。あの店舗の、じゃーん。でも女の子は本当はもう私が始める5000年前からちゃんとやってるはずだよ。大体の女の子はスキンケアちゃんとやってると思う。私がやってなさすぎただけだと。絶対そうだ。ハロー。言ってたっけ。本当にアットコスメ便利。いろんなデパコスもドラコスも全部あるから大好き。めっちゃ荒れる今日。全部あるから本当ありがたい。原宿のアットコスメは本当に素晴らしい。男性用、あ、どうなの、アルビオン、わかんない。でも男性も使えると思うけど、全然男性も使えると思う。全然使えると思う。まあネットで済ませられるなら全然それでいいと思う。でもやっぱなんかスキンケアってさ、気軽にいろんなものを試せないじゃない。
だからもう最初はとりあえず1位 の、 あのランキング上位のものを試すっていうのが目覚めたきっかけ。めっちゃ不意なんだよね。アットコスメ行っててなんか1位のところに この子たちが並んでて、アルミオってよく聞くけどいいのかなみたいな、いいんだかなみたいな、買ってみようかな、やってみようかなみたいなのが始まりだった。見てたら話しかけてくださって、いろいろ聞いて、じゃあこれがいいと思いますよみたいな感じで教えてくれて、あ、じゃあ買います。でもやっぱビビリだから全部ミニサイズなの大きいのはやっぱ高いかな、全部ミニサイズもう一段階大きいやつもあるんだ。うそ、うう、あんじゃん。めっちゃ高いってわけだもんね。3000円です。これいくらだっけ？これは値段書いてない。これも値段書いてないけど。次回は特用版、あ、大きいやつ、いいから買いたいけど、な、結局ちっちゃい方買って、なんでか私そういうのちっちゃいの買っちゃうんだよね。あるあるなのかないないなのか。大きいやつの方がどうせコスパはいいんだろうけどね、なんかちっちゃい方買っちゃうんだよね。なんでなんだろう、どこってお金かかんない。そうなんだよ、いいよな本当に。私も男性になりたいわ本当に。買わなきゃいけないものが多すぎる。とても気に入ってる。でもそういうのはまとめ購入ね、いいよね、まとめ買い。まとめ買い、君は君いらし、こんばんは。お昼にスタバ行ってたらさ、右前とさ左前がカップルさんだったんだけどさ、どっちのカップルさんもさお店入ってさ、さっき女の人が座っててさ、部屋の席に。でもさ男の人がさ2人分のドリンク買ってさ席まで運んできてたの。すごくない？それって普通なの？一緒に買いに行かないの？あるあるなのかそれ。びっくりした今日私は。
が赤い、嘘、いや全然席いっぱい空いてた、姫みたいって思った、すごいと思った、お姫様みたいじゃない、ずっと膝立ちしてるシーンがあるからさ、膝硬くなったんだけど、その硬く、一部分だけめっちゃ硬くなってる、すごい、全然別々のカップル、二人ともそうだったから、カップルってそんなもんなのか、一緒に買いに行きたい、でも吸う機会が来たら私も姫になりたい、モバイルオーダーじゃなかったよ、注文してるとこ見た、めっちゃ見るやん、姫がいい、頭で考えたら一緒に行くべきだと思うけど、心で考えたら姫希望、ガン見してた、アンニョン、効果短い、今日久しぶりに超惚れたメイク道具があって買っちゃった、やばってなった、なんだこれはって、めっちゃ可愛いって、明日あたりストーリーにしよう、まず似合う似合わないとか古虫で、お高くない、普通にドラッグストアに置いてるみたいなやつ、なんかおた似合う似合わないとかそういうの関係なしにめっちゃ可愛いと思って買った、即決したやつ、
感じ、うん、はい、It's too late。 そうね、遅いもんね。明日ちょっとだけ早い。じゃあ終わります。はい、何ですかい。遅くまでお疲れ様、ありがとう。みんな夜遅くない。あー、お題テーマね、確かに遅いよね。え、確かに本当だよ。言っとくね、あまりにも登録者が少なすぎてどうでもよくなった。ランキング読めます。ゲネあるよ、もちろん。13位、ヒーヤンさん、ありがとう。12位、ひなっぴさん、ありがとう。11位、しゅうえさん、ありがとう。10位、まぶらしさん、ありがとう。9位、おうつぶちゃん、ありがとう。8位、なべさん、ありがとう。7位、わゆせい73、といいことも悪いことも今日が終われば次は明日。いいね、前向きありがとう。6位、ガーバット群馬にゃさん、ありがとう。5位、いつつさん、ありがとう。4位、クリポンさん、ありがとう。3位、クラさん、ありがとう。2位、僕連覇サランさん、ありがとう。1位、林おじょうじょうさん、ありがとうございます。この夜遅くなのに来てくれてありがとうございました。また今日、まあ、明日ということにして、また明日おやすみなさい。